僕は人間のマッスルです。筋力トレーニング依存症。俺は。え、う端的に言うと。気づかないうちに俺の肉体が凄まじいことになってた。いや、もうどうしても、やっぱり筋肉読んでみたくて、ちょっと電話したんですよ。保健医のおばさんみたいな人に。でもさ、心の贅肉というかさ、安い、 保健医のおばさんみたいな人を呼んじゃったんだよ。あの、もっとやばかった。あの、来たやつがやばいとかそんなレベルじゃなかった。ほんとに。もう来なかった。<laughs> そう。チェンジとかそういうレベルじゃない。来ませんでした。おばさんが。なんか宇宙人が来てさ、明らかにその筋肉もいなかったし、俺の体の中に暗黒物質を転送したぞって言ってたからさ、 で、しかも、7キロで2000カロリーじゃなくて、来たところで16000カロリー要求されたんだよ。そう。で、あ、明らかにおかしいじゃん。うん。明らかに筋肉量の限界を超えたからさ、宇宙人無視して部屋に戻ったんだけどさ、そしたらあいつら、プロのボディービルダーの呼びやがって。<laughs> でも警察来たら普通俺からカロリー取れないじゃん。向こうだって、マザイにステロイド混ざってたから、 でもさ、ボディービルダーの人は、その、関与できないって言われたのよ。別に何か被害が起きたわけじゃないから。うん。あなたの気持ちもわかるけど、ま、ああなたも下心で。いや、ほんとマックとか食いまくってさ、なんか、もう、帰りにローソンでスイーツ買って食ってたのは確かなことだから。<laughs> で、多分だけど、弁護士呼ぶって言っても、絶対納得してくれないで、もう、40キロが、でも、87.5、でも粘られるから、 から、さすがに俺もさ、80キロの重りを持つ、持つために、70キロでトレーニングする必要は全くないんだけど、70キロすらね。たださ、ま、さすがに、自分の筋肉が悲鳴を上げる限界まで、付き合えないのよ。の松本一つ的にはもう、120か130キロベンチ上げれるはずなんだけど、でもその追い込みの時は、やっぱ50キロとかを、なんかずすげえ、っていう、としか言えなくて、 いや、だから、結果的に大胸筋取られました。うん。まあ、男性ホルモンでもなく、下半身でもなくっていう。ジョーが来ない理由。なんか言ってたよ、ヘリクスで。うん。なんだっけな。筋肉オタクになりつつあるジョイジョイマックスに合わせるわけにはいきませんとか、なんか。うん。てか、多分ね、その、ご飯系っつってた、タンパク質で私、派遣なんですよって言ってた、<laughs> あの、 デザートみたいなやつが来たの。<laughs> そう。多分あの、あの子がマザイだったんだろうなって思って。おそらく。なんか、もし俺が、お前が主食だったら絶対に断るぞっていう雰囲気を出しちゃったせいで、多分ジョー、ちょっと怯えちゃったんだよな。おそらく。<laughs> まあそいつも詐欺集団の一人ではあるけど、ね。もしかしてあれがジョーだったのかもしれない。で、その子が若手のチンピラみたいなやつに電話して、じゃあ私じゃ話できないんでこの人に電話してくださいっつって。 20時間ぐらい話せばよかったな、マジで。じゃ無理よ。もう、マッスルになったら、つ泣き寝入りするしかないという、ちょ、いい勉強になったわ。俺が、隠れ筋肉が見つられて、バツチガたったわ。